源氏物語、源氏物語の登場人物、青の上、青の上は、紫式部の物語、源氏物語に登場する架空の人物、光源氏の最初の制裁、源氏との間に一つ粒子を設ける。この名は、後世の読者が付けた、便宜上の名前で、彼女が主役級の扱いを受ける、青井城から取られている。父は、起立母帝時代の左大臣、母は、 キ壺帝の妹の大宮。頭中将という同福の兄弟がいる。光源氏の重視にあたる。当初東宮妃にと希望されていたが、左大臣の思惑で玄服した源氏の北の方に収まる。だが密かに富士恋したう源氏には、高金として大切に育てられた真相の姫とは言え物足りない。 心地がし、葵の上も他の女くんにうつつを抜かす四年下の夫に打ち解けず、よそよそしい態度をとっていた。源氏との夫婦仲の冷淡さは、葵の上が読んだ若が一種も登場しないことにも、象徴されている。十年後に、ようやく解任、周囲は喜びに沸き、源氏もつわりの苦しさに、心細そうな葵の上の様子に珍しく愛しさを、感じた。 折しも時は、鴨祭り、周囲に進められるままに、鴨祭サインのおみそぎの見物に行ったところ、はからずも家来が、源氏の愛人の六条やすどころの家来と、車争いし、見やすどころの牛車を壊し恥をかかせてしまう。この頃から、葵の上はもののけに悩まされて伏せるようになり、床を見舞った、源氏の前で、 彼女に取り付いた見合せどころの精霊が姿を見せるという事件が起きた。8月の中頃に、南山の末、夕霧を生み、ようやく源氏とも夫婦の情愛が通い合ったと思うも、つかの間、秋のつかさめしの夜に急に苦しんであっけなく高い。仮葬と葬儀は8月20日過ぎに行われ、源氏はそれまで妻に冷たく当たってきたことを後悔しつつ、 左大臣邸にこもって、もに服した。葵の上は直接には、以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。なお、上記で確認できるように、現在この人物に対して、一般的に使われている、葵の上なる故障は、源氏物語そのものの本文中には、現れない故障であるが、平安時代末期から、 鎌倉時代初期に書かれたと見られる球場画本、源氏物語経図にはすでに見られる古くから使われていた古障である。ありがとうございます。